今日は隔離3日目です。日本の方から差し入れの方がちょっと入ったので、ちょっとオープンしてみたいと思います。まず開けてみるとびっくりです。すごいいろんなこの、そうですね、広告の用紙が入ってますね。これドラッグストア森でしょうかね。チラシの山をかき分けてみるとこういう感じのものがいろいろ入ってました。これでおそらく、そうですね、2週間の隔離生活はなんとか乗り越えられそうです。特に私はこのどん兵衛の、鴨だし、これは本当に絶品だと思うので非常にありがたいと思っております。はい、全部箱から出してみるとこういう感じになりました。そうですね、日本の方の素晴らしい商品の方ありがたくいただいて、2週間の隔離生活頑張ってみたいと思います。